計算機は、計算を機械的に、さらには、自動的に行う装置である。人間が行う計算を援助するのみのものや、手動操作で、自動的ではないものなどは、計算機という文字表現を、することがある。長さ、力、電圧などといった、連続的な物理量を、実数値で表すものとして、アナログ量のまま利用する計算機が、アナログ計算機である。 計算機、係数型計算機とも言う。計算の対象を、整数のような、区切られた、理算値を取るものとして計算する計算機である。ソロ版のあった日本ではほとんど使われなかったが、海外の計算器具などがある。現在の日本では、法律などでは、コンピュータの訳語としては、電子計算機という言葉が広く浸透し、用いられている。法的には、 計算機は区別されており、国税庁の通達では、電子計算機の内検査ビットを除く記憶容量が12万ビット未満のものは、計算機として扱うことができると定義している。また、電算機という語がある。派生して、コンピュータを配置した部屋を、電算室、電算機室と呼ぶこともある。メインフレーム時代に多用された語であるが、誕生は、 もっと古く、電子でないリレー式計算機だった、最初期の富士通コンピュータファコムによる計算サービスにおいて、電子ではないけれどといったニュアンスで使い始めた語だ、としている文献がある。コンピュータの利用形態の変化に伴い、近年はサーバー室やデータセンターの語がある。計算機科学をはじめとして、周辺の学術分野では、コンピューターの訳語として、 計算機が使われることが多いが、専門用語、学術用語というより、ジャーゴン的である。なお、コンピュータ科学の専門用語、学術用語として、コンピュータという語が指すよりもより広く計算する機械を、指す言葉に、計算機械がある。英単語との対応としては、コンピューターのほか、カルキュレーターに対応する。日本における計算機の歴史。 富士通における計算機開発の歴史、ありがとうございます。